なんかそうですね、今回の6なんですけど、ストリートファイターのシリーズの中で一番最新の時代設定になっているので、はい、まあ、先ほど見ていただいたリュウとかチュンリーもそうだったんですけど、このガイルもレジェンド感というかマスター感というか師匠感というのがある感じになってます。家の感じとかが、そうそう、そうね、年月を重ねていますね。だいぶなんかいろいろくぐり抜けてきた感がありますね。しかし後ろのこの、あ、そうか、2人カップルね、はいはい、もうストツの時もずっとカップルが今だから、はい、あの2人、え、あの昔と、そうそうそう、そうです、あの時からあの時からずっとあの時からずっとあの時からずっといっちゃいちゃう、でも何も進展しないですこの関係のままです、まんまです、本当ですね。ここがガイルの新ステージになる、はい、はいはい、空母の、はい、上になってます。いや後ろ綺麗な、空母ですね、空母、空母ですね、空母ね、バイロン・テイラーっていう名前の、これは5やってた人にはちょっとね追っていく情報かもしれないですけど、うわ後ろで試合見ずにスクワットしてる人いる、その後ろのこの背景がすごく、なんだろう、バイバイしてるのもストリートファイター的な、そうですね、表記とかも飛んだり飛んでますね。いやかっこいい、これなんか色が変わってますね、はい、これ上のさっき言ったドライブのシステムのゲージがなくなるとバーンアウトして結構、はい、ピンチな状況になるっていう、なるほど、はい、ガイルはしっかりブロックを固めてますね守りが固いガイルはね、よりそうこう、ちょっと早く進む。